今日はビータの部品交換。アンマン袋付き。今日のアンマンちゃんでございます。アンマンちゃんがね、袋を見つけたらしく、入ろうとしています。袋にね、入ろうか。入る前か。その前にね、届いた部品の上にズカズカ乗っておりますが、ダメですよ。全然ね、かじらないんでね、助かっております。アンマンちゃんはね、自分のものしかね、ガジガジしないんですよね。何って言ってる。アンマンちゃんでございました。それでは本編スタートです。さあ、前回はね、ビータこんなの余裕っすよ。そんな感じでね、小社寺さんからもらったね、うどんなどを食べながら修理に当たっていたわけなんですが、しかしね、これ美味しかったなぁ。ね。ありがとうございます、小社寺さん。ネタも提供していただき、こんな美味しい、うどんもいただき、ありがとうございました。でね、まあ分解してね、ちょちょいと治るかなと思ったら、ケーブルが外れててね、あれって。そういう状態でしたね。ここつなげば治るんじゃねって。そういうね、安易なプニさんでしたが、もろくも崩れましたね。それではその続きからです。さあ、今日はね、前回、ダメだったんで、部品をね、来た順に、交換してみたいと思います。まずね、バッテリーが先に来たんで、バッテリー交換をね、してみようかなと思います。ただね、バッテリーはね、可能性低いと思うんですよ。前回充電できていたんで。まあ、ただ、まあ、ちょっと試しにね、交換してみようかなと思ってます。まあ、これね、もし使わなかったらね、まあ、予備部品としてね、取っとけばいいんで。で、これの取り方なんですけど、ちょっと特殊で、上に引っ張る感じ。上にね、パコンって抜けるんで、ちょっとね、間違って、普通のコネクタ引き抜くようにね、やらないでくださいね。私大好き、ロアジャパンのね、バッテリーでございます。いや、結構ね、ロアジャパンのバッテリー買ってる。さあ、うまく入りましたね。さあ、これで試してみるか。これどういう向きでつけりゃいいんだと。悩んでおります。こうですね。これが正解ですね。さあ、電源入れてみましょう。入んないですね。ロアジャパンのバッテリーはね、充電されてるんで、すぐ使えるはずなんですけど、使えないっすね。やっぱり違うんだろうな。バッテリーじゃないのかな。そんな感じでございます。ダメだね。というわけで、どうしようか。やばいね。悩むね。ちょっと、全部組み立ててみるか。ね、ひょっとしたら、組み立てないと、ダメとか、ダメじゃないとか、あるかもしれないし。これもつけてみますね。
し。これがね、ちょっとつけづらいんですよね。ケーブルがね、ちょっと短いんで、注意してくださいね。さあ、ダメっすね。電源入んないわ。ちょっとここ閉めてね、やりますけど、これで組み上がった状態ですね。全然入んないですね。ダメですね。マジか。じゃあバッテリーではなかったということで。数日後、部品が届きました。さあ、中までね、電気は来てると、テスターでね、測ったとき、確認できてるんで、じゃあ、電源スイッチ、これをね、付け替えてみます。いやー、どうかなー。私はね、電源スイッチじゃないかと、思ってるんですよね。まあ、ね。まあ、皆さんお察しの通りですけど。まあ、期待してくださいよ。ね。バッチリ治る。ね。プニさんの予想。間違いなく、これだと、自信を持ってね、用意したのが、こちらの部品ですね。この部品はね、電源と LED の部分かな。それがね、ついてます。ほら、こんな感じ。ペコペコタイプです。ペコペコタイプの電源スイッチです。いやー、ペコペコタイプか。ペコペコタイプはね、壊れないよね。やっぱり。耐久性高いよね。いや、違うのかな。どうですか？今日もね、探検隊スタイルで修理しております。どうも、プニでございます。ね、ビータ修理探検隊、どうもプニでございます。よろしくお願いいたします。さあ、とりあえずね、この状態でついたんでテストしてみます。これなんかペコペコすんね。やっぱりバッテリー入れて片付けないとダメなんだね。バッテリーをね、とりあえずつけてみますね。一応この時点では充電できてるバッテリーです。ダメだったかな？とりあえず、ダメだったんで、給電もしてみます。そうすると、ランプはね、ついてるんですよ。今、指で隠れちゃってますけどね。今長押ししてます。ダメですね。ダメか。ほら、ランプついてるでしょ。やっぱりダメそうですね。そっかー。なんだと思います？今戻しております。ね。さあ皆さん、この時点で、あれが原因だと、これじゃないかと、ね、予想を立てた方、どしどしね、コメントください。ね。当たった方には、ね、私から漏れなく、おめでとうの声をね、お届けしたいと思います。そんなのいらねえって。いや、ダメだな。今ね、カメラ外した状態です。カメラ外したらね、まあ、うまくいくんじゃないかと。
部品を外していってね、電源を入れていく、まあ修理の王道のやり方ですよね。ただビータにはね、後々わかるんですけど、この手法はね向かないです。一応これつけて、ダメだな、ダメです、プニちゃんダメです。さあもう少しね、ちょっと考えることにしましょう。何が原因なのか想像がつくままにね。というわけで今日はわからん、そういうことです。次回もっとバラすよ。というわけでご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。ビータの修理もね、長引きそうですね。次回バラすことで治るのか治らないのか、またね。